じゃあ、もっぺんの病気よ。子供たちなんですけど、学校と幼稚園行ってくれたので、これからですね、節分、恵方巻き、食べられないんですよね、うち。恵方巻きじゃなくて、キンパ作っていきたいと思います。キンパの中に入れる材料こちらです。ほうれん草、人参、たくあん、あとは牛肉。これは焼肉みたいな味付けにして入れていきたいと思います。これとこれはナムルの味付けにしていきます。かりんちゃんのご飯です。かりんちゃんね、キンパ苦手なので、ちょっとですね、これなんだっけ、お肉と人参のナムルだけ入ってます。ちょっと量多いかな。大丈夫です。で、キンパこれです。はい、でキンパ以外にもですね、一応イワシも買ってきました。ちょっとね、食べにくいかもしれないんですけど、チャレンジしてもらいたいと思います。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。キンパキンパ、うん、キンパキンパ食べてください。キンパ、うん、いただきます。はい、おいしい。おいしい、キンパ、うん。すごいね、ゆっくり食べな。なんかね。ね。え、おー、えらいよ。何食べんの？食べん。えらくない？嘘。いっぱい食べていいよ。うん。ゆっくりね、ゆっくりね。よく噛んで。誰も取らない。うん。取らない。あ、噛んじゃう。お口閉じるの難しい。うん。うん、そうそう、これでいいよ。うん。14個。うん。僕はこのぐらい14と13作れたね。うん。繊細だよ。ありがとう。すごい、すごい食べっぷりいいね。本当すごい。おいしい。何今の。お茶持ってくるよ。じゃあそこにない？ないよ。ないの？お茶持ってくれ。うん、分かった。いや、持ってる。お茶にしようよ、もっくん。お、まだお茶だよ。あ、中身お茶なの？うん。マジ？レモンティーに見えるよね。うん。お茶なの。レモンティーかと思った。これもうダメだよって言おうとしてる。なんか違うなと思って。イワシ食べる？もっくん。食べる。お、イワシで鬼退するんだよ。体めっちゃいい。いいよ。ちょっと苦手。うん。わしゃ、半分ずつだけ食べるよ。え？半分だけだけ。半分？あ、そっか。じゃあ最後に食べたら、じゃあ。ね。いや。いや。食べるの？食べるよ。ここで気をつけてね。あ、すまん。はい。
鬼退治より強くなるの？うん、強くなるよ。イワシのこの匂いで毛が治る。お兄さん、ああ毛が治る。え、じゃあ病気とかも？うん、治るよ。え、そうなの？治るよ。じゃあムクの病気は治らないか。ママ。うん。今日さ。うん。何するんだっけ？あ、あれか。ご飯で、その次なんだっけ、優しいね。ちょっと今うるっときちゃった。そう、無病息災の意味があるからね。うるって、うるっと、なんかちょっとジーンときちゃった今。ジーンってどんな感じ？なんかいいこと言ったなと思って、カリがね、無病息災の意味があるから、そう、病気も退治できるんだよ、けどね、生まれながらの病気とかは胎児はちょっと難しいかもね。かいちゃん、これ食べる？わかんない。なんか美味しい、てかすごいね、しっかり食べて偉いよ。うわ、私たちが叫ん、ごめん、でもいいよ、食べて、いっぱい食べて。ケンジのナムルがめっちゃ美味しい。ああ、焼肉屋の？キンパも大丈夫。食べる、これいらない？これ食べる？いらない？イワシは大丈夫。これ食べる？いらない？カリン買ってるから。カリンちゃん、これ食べる？いらない？イワシちょっと食べた方がいいよ。うん、体強くなる。なんで大丈夫？カリンがこうやって折り曲がったと動物に投げるから。そしたら割れて2個になるから、それでまた投げればいいし。僕でも全部食べれなかったらいいんだよ、別に無理して食べなくて。いっぱい食べれるようにって思って作っただけだから。あと大人が食べるから大丈夫だよ。うん、僕いいよ、これ好きなの。そうね、これ好きなの。バブー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 。体めっちゃいいね。めっちゃいい、めっちゃいい、確かにいいよ。刃物は体にすごくいいからね。うん？刃物野菜は体にすごくいいから。刃物は、刃物を食べたら体に悪い。そう、体にいいんだよ。ね、なんかね、なんか武器のね、刃物を食べたら体に悪い。違う、そんなことか。違う違う、刃物を捨てるの、刃物じゃなくって。なんだよね、このサラダみたいなやつね、なんか甘い感じがするから大好き。やっぱ甘酢だからね。ママだった。